開きカッ AFP イコール時時閉じカマイ17-18イングランド、プレミアリーグは16日、第18節の試合が行われ、リーグ戦で3試合勝利から遠ざかっていたアーセナル、アーセナルは、前半のメスと、エジル、メス当時のゴールを守りきり、ニューカススル、ニューカステイユナイテッドに1-0で勝利。アーセン、ベンゲル、アーシンウェンガー監督は、 この白星がクリスマスを差し挟んでいかめしいスケジュールを迎えるチームに自信をもたらすとの考えを示した。チームがスタミナ不足に陥る可能性を心配していないと話すベンゲル監督は、この6日間で3試合目であり、この試合は肉体的により難しくなるとの見方が多かった。他に日曜日、10日、水曜日、13日、土曜日、16日に試合をしなければならないチームはなかったわけだが、 それでも今日はより多くのゴールを奪うたくさんのチャンスがあったと考えていると語った。過去を振り返っても、フィニッシュが遠くなる試合は周期的にあるものだ。すべてのチャンスを決めて3、4点挙げられる試合がある一方、6回か7回の決定期でたったの1点しか決められない試合もある。このことに満足しない人がいることは理解しているが、それは試合の一部であり。 受けけ入れなければならななばらいことの一つだベンゲル監督はエジルの最近のパフォーマンスを称賛しており、来年1月の移籍市場か契約が切れる今期終了後のドイツ代表の退団を阻止しようとこれまで以上に躍起になっている。素晴らしいフィニッシュだった彼は任務を遂行することができる。重要なのは彼が得点を奪うのにリスクを負った点だ。 普段の彼であれば99%の確率でボールをコントロールしてたの選手にボールを供給していた。なので私は彼がフィニッシュというギャンブルをしたことに満足しているし、彼が非常に貴重なゴールを決めたことを喜んでいる。私は彼がここに残ることに自信を持っているが、それはどういう意味だろうか。私にはわからない開き括弧翻訳編集閉じ括弧アップ BB ニュース。